はい、こんばんは。いやー、怒涛の日曜日でした。はい、今日はですね、ナンバーワンっていうのをね、やっています。ラザロヴィンテージのナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンやってないよね。すいませんね、ちょっと忙しすぎて全然把握してないです。コンパス、スターダスト、やってないですね。ナンバーワン、何が一体はナンバーワンなのかっていうことですね。早速うちのホームページで、ナンバーワン出してるところを見ますと、あった、パリパリの甘いフレンチパストリー。本当にパリパリの甘いフレンチパストリーなのか。はい、じゃあ早速入れてみます。はいよ。スポイトが必要ですね。よっ。いやー、もうカエルがゲコゲコ鳴いてますけどね、聞こえますかね。めちゃめちゃうるさいんですけど、これでいつもね、夜中寝れないんですよね。っていつも明け方寝てるくせにね、普通の人はこれほんとうるさいでしょうね。うちの方は田舎です。さあ入れてみましたよ。よし、ほんのり、ほんのり甘いですね。あ、なんか、パイみたいな。パイとは違うよね。パストリー。パストリーってわかりますか？調べてみよう。パストリーゼ。パストリー、まあフレンチのパン。表面がメロンパンみたいにちょっとカリカリという感じのものとかね、まあいろいろあるんですけど、一口っていうかね、ドーナツとも違う、ベーグルとも違う、なんていうのか、パリッとした、硬いんだよね、表面がね。ほんわか甘い、なんか菓子パンみたいなね。これはいいね。でもね、味が薄いんですよね。これ電池がないからかな。15ワットで最大でやってるんですが、よし、なんだ、よいしょ、はい、ナンバーワン、何がナンバーワンなのかがよくわからないですけどね。よいしょ。あ、違うわ。うまい。
低抵抗であんまり飛ばさない方がいいですね。ほんのり甘さが来て香ばしさもきます。で、なんか菓子パンのような、そういう、なんて言うんだろう、クリーミーは来てるのかな、これ。若干なんかクリーミーっぽさの味とか匂いは感じられますね。なんかやっぱパストリーゼっていうような。リビルダブルでも、低抵抗でがっつり焼かずに普通に吸って美味しいものだと思います。今これで 1.4 オーム。XI とかですね、うちアイクリアの XI とか、あとはプロタンク、それから新しいエアロタンク、それで 1.5 オームっていうのをね、新しく出してますんで、これは濃くなくてもいいのかな。女性とか私のような甘党からするともうちょっと濃くてもいいんではないかなとは思います、個人的に。でもこれがあんまりにも甘すぎたり香ばしすぎたりすると飽きるんだろうな。これはね、別にうちのレパートリーから外さなくてもいいかなぐらいな感じですね。ラザロ7種類あるんですけど、1個か2個ね、もうすでに外したいものがあるんだよね。これはあってもいいかな的な感じです。いろんなもん混ぜてもこれは美味しいかなとは思います。スパイス系のね、例えばね、バニラとかね、それからフルーツ系はどうかな。コットンキャンディ入れてもいいかもしれないです。ただカクテルで楽しめるものだと思います。ということで今日はラザロヴィンテージのナンバーワンですということです。じゃあねー。